8月27日金曜日午前11時を回りました。ミスチルとカヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖縄ドールスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業66年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内7店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。ミスチルとカヤが始まりました。神奈川県出身沖縄在住9年の今日も明日も圧倒的に絶対25歳、ミスチこと浮かれたパーソナリティ長谷川みすずです。ナイチさん早速ありがとうございます。プレミアムドッキャーいただきました、ありがとうございます。ナイチさんアロハインサイプレミアムフライデーってことで、ナイチさん毎回毎回プレミアムフライデーのことを教えてくれてありがとうございますなかなかもう忘れがちですけどもね、プレミアムフライデーをね。しかもあなた今日取りに来るって言って、私ずっとシャンパン置きっぱなしにしてあるのに取りに来れないでしょ、後で飲んじゃうからね早く取りに来ないと、後ほど取りに来てください。ということで今日はですねスペシャルゲストを、お招きしております。後ほどゆっくり紹介したいと思いますので、皆様楽しみにしていてください。皆様からのメールアドレスをお待ちしております。間違えました、皆様からの、メッセージをお待ちしております。メールアドレスはタイヤーが @fmnaha.jp、 tayaga@fmnaha.jp、皆様から愛のあるメッセージをお待ちしております。俺はクチャ、沖縄の海底に数百万年かけて積み上がった貴重な泥だ。この優れた泥で君の頭皮の汚れをキャッチ、さらに沖縄の天然成分で潤い、張り、育毛促進するのが得意なんだ。これで君の傷んだ髪もサラサラだ。まずはトライアルセット1200円からスタート。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘です。肉い、もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい、ジャンボステーキハンズ。早速紹介したいと思います。今日は関東からわざわざ来ていただきました。明日、ライブがあるということで、それの告知プラス、1年と4ヶ月ぶりの FM 那覇のご出演となりますラッパーのガンマさんです。ガンマさんよろしくお願いします。どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。本当にお久しぶりですね。本当にもうお元気でしたか。元気でございます。本当にお声聞いて思いました。今日入られたんですか、沖縄には。はい、そうですね、今日の、朝方、はい、入りました。あの
私の番組に、昨年の4月の頭に出ていただいてですね、その時は初めまして。そうですね、はい、ね、だったんですけども、それから2回目ですよ。はいそうですよね、1年4ヶ月ぶりになりますけどもはい、いかがですか。いや1年4ヶ月ぶりの沖縄は、いやなんか、そんな経ってない気がしますね。あーなるほどね、はいはいはい、なんか道もやっぱちょっと覚えてたりしたんで、なるほどなるほど、記憶にあるっていう、どこら辺だって結構分かってる感じが、なんか近く感じたというか、ほう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 、はい、はい、ありがとうございます。ということで、早速なんですけども、ガンマさんの紹介をしたいと思うんですが、はい、ガンマさんの方からにしますか、にしてもらいましょうかね。ごめんなさい、手元に資料がなかったです。はい質問しておきながら、いえ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 、申し訳ないです。ガンマさん、じゃあお願いしてもいいですかね。はい、まあ昔から、はい、あのラップをメインに、ヒップホップっていうジャンルで音楽をやってまして、ほうほう、で1年4ヶ月前にもこの番組で、話させていただきまして、はい、でラップ以外にもあの同じようにラジオの番組だったり、はい、司会業だったり、はい、まあいろいろマルチにやらせてもらってます。で明日ライブ沖縄でやらせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、CM の話はしても大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、もちろん。あの昨年の初めぐらいまでですね、おととしの、そうですね、夏ぐらいから昨年の初めぐらいまで、はい、約半年間ぐらいですね。もうね、これ皆さん必ず見たことあると思うんですけども、全国版のコマーシャルで流れてました。沖縄でももちろん流れてましたけども、第一生命のラップ対決っていうタイトルでいいんですかね。そうですね、うん、バトルなんだと思います。あ、ラップバトルみたいな感じで、はい、ガンマさん対子供のラッパー、そうですね、とこのなんか第一生命さんのコマーシャルでこのバトルをする、はい、そして私の中で好きなのっていうか、気に入ってるのがですね、サラリーマンです、ね、はいはい、サラリーマン編ガンマさんがサラリーマンの部下役、部下ですね、で、もう一人の方があの上司役で、はい、ラップでバトルをするっていう。そうなんですよね。しかもあれ第一生命が募集した川柳、そうですね、サラリーマン川柳を、うん、いつもやってるんですけど、うんうん、それの今回はラップでじゃあちょっと表現してみようみたいな感じの企画だったと思います、はい、うんうん、それをサラリーマン川柳でこの合格した方たちのをこのあえてストーリー性にして、そうですね、川柳を最後に読むっていうラップ調にっていう、はい、あれがかなりハマってましたね。何回か見たんですけども、あれは個人的にも結構好きだったですね。あ、やっぱり、はい、そうだよね。なんかちょっと上司とのこう、はい、やり取りで部下が結構こう納得いかずに言い返してるみたいなシチュエーションが結構あるんで、なんか居酒屋のシーンとかは結構好きだったっすね。席の座り方ね、席のこの場所のね上座とか下座とかっていう、上司がしつこくそれで大会議が行われてる飲むんだからいいんじゃないかっていう、結局このサラリーマン川柳で募集して上司目線と部下目線でいっぱい来たってことですよね。そうですね、ね、本当にね、それを組み合わせて、うん、ってやってたんで、ストーリー性になってすごい面白いなと思ったんですけども、はい、あれもまた一つの企画としてはね、すごい良かったですね。そうですよね。皆さん今ですね、アーカイブが残ってますので、はい、第一生命、サラリーマンか何かで検索すると、そうですね、第一生命とラップだけで出ると思います、うん、第一生命ラップで多分ガンマさんがもうね、イケメンさんが出てくると思いますので、ぜひ見てみてください。今日はね、私の隣にいますけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでガンマさんですね、明日ライブがあるということなんですけども、はい、そのライブの今回も告知と、はい、あと新曲が出たということで、はい、まずですね、一旦新曲聞いてもらえますか。あ、そうですね、ちょっと聞いてほしいですね、うん、聞いてほしいですか、はい、分かりました。ではですね、皆さんね、せっかくですので、新曲を聞いてもらいたいと思います。じゃあガンマさんの方から紹介してもらっていいですか。はい、夢を、追ってる仲間だったり、今は違う道へ行ってる、同志に送ってる曲です。ガンマで、Go My Way フィーチャリングクッパ、聴いてください。私に飛び出した、ずっと夢見てた、昨日より今日、今日より明日、失っちゃいけねえ自分らしさ、陽気なふりして Everyday Everyday 気張って疲れたたら
時こそ思い出せ、全てが水の泡諦めたな、マイクで繋げて会う奇跡は信じね、歯車は冷静、世代を超えて熱い思い手繰り寄せ、マニパンリスペクト、一体人はいつ気づける、確かなことは人の夢は終わらねえはず、いつでもこの声が君に届くよ、鐘を鳴らして君を待つ、 Yeah yeah yeah、当たり暗闇にわずかな光、何か見出そうと想像、動かず止まったまま下ろした怒り、進まず壊れた機械みたい、儚い夢赤目が故に I'm ready 磨くダイヤモン、落ちとら止まらず急上昇、 SD1986 本能、本能暴走、緊急発想、信じる心をとと踊る時空の飛び込み、理由はね、死ぬまでやるだけ、奪え歌え to the next、何かを忘れ何かを得る、昨日の自分は超える、その先に俺のステージがあるから、放つ言葉は Nobody knows、 書き溜めた希望に光、売れようか売れまいかどうなっちまおうか、周りにお前と隣にお前とライバルにお前とお前がいなきゃ嫌だぜ、勝ちに行こうぜ、決めゼリフにして、叩かれてもいい笑われてもいい、ネバギバって思いを描いた地図は、小さな街から端から端まで描きます、やりてえことしかできねえタイプ、未だ変わらない生活が10代から続く、走れメロスレコレコ、葛藤が見え隠れするエコーでも、キープムーブ止まったら負けだ、魂かけな約束の場所でよ、またな、書き溜めた希望に光、ガンマさんでフィーチャリングクッパ、はい、さんの曲を聴いてもらいました、ありがとうございます。こちらはいつ発売したんですか。6月の28日に、ちょうど1ヶ月前、はい、そうですね、ちょうど1ヶ月ぐらいですね、はい、はい、せっかくなのでこの Go My Way のこのなんつうの作るきっかけっていうか、そう、はい、うん、聞いてもいいですか。まあ、これもともとちょっと4人で作ってた曲で、はい、で、はいはい、フューチャリングのクッパって人間も、うん、自分が出身が埼玉なんで、はい、もうクッパって人間も埼玉で、はい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 、で残りの2人も、2人とも埼玉で、でかつ、全員同い年なんですよ。っていうのもあって、ちょっとその同じ、ね、年齢でずっとこう変わらず続けてきたっていうところの目線で、もともとやる人間だった2人も、1人はもう音楽をやめちゃって、あー、なるほど、でもう1人はちょっと別の道に向かっていったというか、はい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 、うん、で別の道に、うん、はい、なんかまあそのタイトル通りって言っちゃえばちょっと簡単なんですけど、あ、まあちょっとその自分らしくあるためにはどういう動きが一番自分にベストなのかなっていうところで、うん、年齢重ねていく上でいろんな道にみんな変わっていくと思うんですけど、うん、まあ、それでも自分らしくあろうよっていう、まあ、ちょっと思いを込めてるような曲で
ございまして、はい、はい、Go My Way、はい、いいですねタイトルもね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ツイキャスからおみやさんはじめましてということで、はじめまして聞いてくれてありがとうございます。ガムさん、おみやさん知り合いですか？いや、ちょっとわからないです、はい、ありがとうございます。あの、よければね、今日はあのラッパーのガンマさんをお迎えしておりますので、はい、あの、残り、45分ほどお付き合いいただければなと思います。お願いします。そんな新曲を出したばかりのガンマさんが、明日、はい、沖縄でライブをするということで、はい、またこれ、前回1年4ヶ月ぐらい前のライ、あれもライブで、あれは、うんうん、ライブではないです、うん、あれは何だよ、あれはもうほぼプライベートです。あ、なるほどね、はい、ちょっとその自分もラジオの番組持ってるんで、うんうん、その番組メンバーとかとみんなでちょっと、はい、まあリフレッシュしにじゃないですけど、はい、ちょっとみんなで行こうって言って、まあ、アーティストとかデザイナーオンリーでみんなでちょっと、なるほどなるほど、行ったんですよね、うんうんうん、はい、それで前回来てたんですね。そうですね、はい、その時に私にオファーをくれた、あの、はい、FM那覇にオファーをくれたということで、はい、ありがとうございます。で、そして今回は、もうオファーがあって、そうですね、沖縄でライブをするということなんですけども、はい、いかがですか、ライブ、沖縄でライブっていうのは。あ、初ですか、ガンマさん。いや、何度かあるんだ、2回目なんですかね。あ、はい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 、前はいつぐらい前ですか？おととしの夏ですね。あ、まあ、でも比較的、おととしの夏、ちょうど2年前、はい、ですね、はい、うん、その時はどこでやられたんですか？クラウン、クラウン、はいはい、はい、クラウンクラウン、はい、ですかね、はい。どうでした、あそこ、クラブですよね。あ、そうです、うんうんうん、なんか、もともとでもそこにいらっしゃる代表の、方が、もともと横浜でやっていらっしゃった方だったんで、なるほど、そういうのでちょっとその、まあ、つながりもあったりとか、はいはい、まあ、そのプロモーター周りも、うん、渋谷でもともとやってたようなメンバーだったんで、うん、結構そのなんかワイワイと、はいはいはい、あ、もうなんか近しい感じでは楽しくは、はい、やらせてもらいました、はいはい。それ以来ぶりの、じゃあ約2年ぶりのライブでは、そうですね、はい、ってことですよね、はい。今回この若狭大通り沿いにあります G プラス沖縄さんで明日ライブがあるんですけども、はい、あの G プラス沖縄さんとなんかまたご縁があったりとかするんですかね。あ、うん、いや、でも初めてなんですけど、はい、その以前ライブした時の、うん、関わったプロモーター関係でまたちょっと、はい、呼ばせてもらって、この G プラス沖縄さん、私もお名前は聞いたことあるんですけども、まあ、私明日ライブ行くんですけども、はい、行くのが初めてなんですごく楽しみですね。ここはクラブですかね。でも、あの、多分ライブハウス、うん、ライブホールと兼用で、うん、使われてるようなイメージですね、はい、はい、わかります、はい、はい、ありがとうございます。ということですね、実はですね、私もあのクラブとか踊り行ったりとかすごく好きなんですけども、ガモさんも結構好き。そうですね、まあ、ね、まあ、ラップやってるぐらいですもん、ね、でも、はい、あの、本当、うん、DJ タイムというか、はい、DJ が音かけてる時間っていう、うんうん、パーティー自体は自分もプロデュースしたりはしてるんで。あ、そうなんだ、へえ。自分はライブは出ないけど、うん、パーティーのプロデュースは結構昔からやってるんで。なるほど、なるほど、好きですね、はいはい、はい、あの、結構自分が出る、まあ、あの、自分が出るのもですけども、こうやってプロデュース側もすごく好き。そうですね、プロデュースも結構頻繁的にやってるかもしれないですね、はい、おお、全般的に、あの、いや、頻繁的に、はい、あ、頻繁的に、はい、ごめんなさい。どっちも良かったですけど、はい、恐れ入りました、はい、本当にも。あとですね、さっきあの番組の冒頭で言ってたんですけども、司会、あ、間違えました、ラジオもやってるということで、はい、ラジオのとお話も聞かせてもらってもいいですかね。はい、埼玉だと、あの、浦和レッズがあると思うんですけど、ね、サッカーの浦和レッズで、浦和レッズさんのオフィシャルサポートラジオ局のレッツウェーブで番組のメインパーソナリティをやらせてもらってて、ほいほいほい、今一旦ちょっと、うん、あの、休憩中で、うん、まあ、精査し直してるところなんですけど、でも1年ちょいやって、うんうん、まあ、それに紐づいたパーティーとかもたくさんやったりとかもしつつ、はい、やってました。あの、浦和レッズさんの、埼玉県のサッカーの浦和レッズさんの、やってて、でもサッカー関連のラジオではなかったですよね。あ、そうなんですよ、サッカーの、うん、ラジオ局であるんですけど、まあ、音楽のチャンネルで、ね、うん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 、他にもでもアイドルさんの番組とかもあったりするんで。あ、その浦和レッズさんが、はい、あ、なるほどね、芸人さんとかのもあるんで、もう本当にコンテンツとして普通にちゃんと、うん、取り組んでるみたいな。なるほど、はい、そういうことです ね、あくまでもプロデュースみたいな感じ、違います、なんつうの
企画として立ち上げたっていう。そうですね。そこに音楽だったり、アイドルだったり、はい、いろいろあるっていうイメージですね。あー、なるほどね。だってさ、毎回毎回この SNS で拝見すると、もう濃いメンバーたちが、ラッパーの、はいね、ラッパーがいっぱいですよね。あ、そうですね。でも本当いろいろ呼ばせてもらってました。あの、うん、1回目のゲストなんかは、うん、1回目なのに、うん、鳥人間の大木さんって方をあの呼ばせてもらって、もう1回目ですよ、記念すべき1回目のゲスト鳥人間呼んだんですどういうことみたいな。それはなんかつながりがあったんですか。つながりが、はい、あって、普通にあの自分の相方のパーソナリティが、うん、あの鳥人間とちょっと飲み友で、はい、トリガールって映画やったと思うんですよ。まさにそれがあの大木さんを、うん、もう歴代のもうレジェンドなんですけど、大木さんが、うんうんうん、その方をもう本当モデルにして、作中にも結構取り入れられてたそうで、はいはいはい、そんな話もその時してて、はい、なんでいろんなジャンルの方を、はい、呼ばせてもらってました、ね、はい、私昨年、ガーマさんが4月に出てもらって、で私のミッシーってタイヤがもう毎日になってから2月からだったんですよ、毎日になったの、はいはいはい、で2ヶ月ぐらい後にこのガーマさんがゲストに来てもらって、もう前回のラジオを見たらですね、 YouTube のアーカイブを、はい、まあしどろもどろ私そうですか、全然回しきれてなくて、本当にもう今も回しきれてないけどねいやいやいや、あの時はガーマさんは、やってたんですよね。そうですね、はい、そうですよね、もうバリバリやってました。そうですよね、はい、なんかね、そんな感じで僕も実はラジオやってるんで勉強させてくださいって言った時にね、もう一気に緊張走りましたね、はい、いやいや懐かしいです、本当にもうありがとうございます。いやいやいや、ということです、こちらこそです、はい、ということで明日のライブなんですけども、7月28日土曜日、若狭大通りにあります G プラス沖縄にて、スペシャルゲストのガンマさんが、出ますネバーランド、はい、ちょっとそれ撮ってもらってもいいですか、このもしくはカメラに向けてやってみましょうね。でも一応ね、ユーストリームかツイキャスを見ている方はガンマさんの左下にですね、ガンマさんの、ポスターが貼ってあります。私が素敵ですね、ありがとうございますありがとうございます。ということですね、ガンマさんが、G プラス沖縄でライブをするということですけども、こちら結構早い時間ですよね。そうですね、うん、はい、思いました。夕方の6時から、夜の9時まで、夕方の6、あ、ごめんなさい、夕方の4時ですね、夕方の4時から夜の9時までで、その後アフターパーティーとして夜の10時から朝まで行われるという、はい、みたいですね、はい、まあ、そうですよね、はい楽しみなんですけども、私これに行こうかな、これに行こうかなというか行くんですけども、夕方4時から夜の9時、そしてアフターパーティーがその後、夜10時から朝までということで、こちら G プラス沖縄に行って、ガンマさんは何時ぐらいとか決まってます？19時とか、うん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 、その前後だと思います。はいはいはい、はいはい、楽しみにしてます。ちなみにでも今こうやって告知しておりますが、なんとチケットがソールドアウトみたいですねただでも、はいはい、入れるようには言っときますので。 そうですね、はい、ぜひお願いします、はい、ソールドアウトすごいですね。そうですよね、うん、はい、なんか偶然にもなんかお友達が一緒に、あ、そうなんですよ、同郷のアヤパンダって、アヤパンダ可愛い名前、女性ラッパーがもう一緒ですね。これも偶然、はい、そうですね、はい、たまたまです、はい、あんまり一緒になることもないってさっき言ってましたもんね。まあ、関東とか東京では全然あるんですけど、あ、うん、その地方というか遠征とかでは、特に沖縄めったにないかもしれないですね、はい、すごいですよね、はい、うん、楽しみにしております。大体この、明日行われますネバーランドでは何組ぐらいの方たちが出るか分かります？ライブパフォーマンスが、6、7組ぐらいだと思います。結構出ますね、はい、ライブパフォーマンス。あのですね、結構沖縄ってあのラッパーの人たちが多いんですよ。私もそうですよね。あ、なんで？いや、わからないですですよね、はい、なんか吉本興業の、はい、沖縄にも吉本沖縄ってあるんですけども、はい、そこの男の子たちも何人か集まって G ラッパーっていうのを組んでまして、芸人ラッパーです。芸人ラッパーの G でG ラッパーで数ヶ月に1回ゲストを呼んでやってるんですよ、はい、その時になんかガンマさん来てくれたらいいと思いますけども、後ほど紹介しましょうね。ぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ツイキャスからコメントありがとうございます。ジュンさん、リリー・フランキーっていう音ですけども、
リリー・フランキーはセクシーですよね。いや、セクシーですよね。好きです。あ、リリー・フランキーに出ますねっていうふうに言ってます。本当ですか、うん、それは、はい、光栄なことですね。光栄ですよね。まだまだその年齢には追いついてないですけど、うんうん、はい、あの人は本当にセクシー、セクシーですよね。男性から見ても女性から見てもらうと思うんですけども、はい、まだご結婚されてないですよね。あ、でしたっけ。うん、私も狙ってるんですけどもいけますね、はい。まず出会わなきゃっていう話ですけども、はい、トリオさん、北海道からありがとうございます。ハイタイからのドヒアということでお茶もいただきました。ガモさん、このドヒアなんですけども、はい、前回4月はなかったと思いますが、はい、あの今年の1月から何か皆さんとなんかオープニングと同時に何かみんなと一緒にできたらいいなっていうふうに思って、はい、出てきた言葉がドヒアだったんですよなんかクラシックなワードですよねでそれで、はい、あの必ずセリフを言った後にじゃあみんなでせーのドヒャーって言うんですけども、はいはいはい、それをなんかこのツイキャスから募集して。なるほどですね。そうそう、それで私はこれで、天空の城ラピュタが金曜ロードショーでテレビでやるじゃないですか、はい、ジブリ作品の、はい、その時にバルスっていう最後に言うじゃないですか、はい、あのバルスでツイッターが落ちるじゃないですか、はい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 、バルス落ちするじゃないですか、はい、であのそれ狙ってますバルスまで持ってきたいですね。かなり難易度高そうですね過去最高8人です同時ドヒア8人なんでなかなかね落ちないっていうね、はいはい、それを狙ってるんですけども、いや一応も、うん、目標は高くないとですね。本当ですよね。私の中ではですね、一応この1時間の中でドッキリ募集してると結局サーバーもダウンしないっていう、もう今年は何があっても言い続けるっていう風に自分で決めたので、たまにゼロの時があるんですよ。もうその時はね、番組の中でドッキリドッキリ言ってますけどちょっとじゃあ自分もこの時間内に言います。ぜひぜひ、はい、心の中でドッキリ言ってみてください、はい、あのドラゴンボールの悟空みたいな元気玉的な感じでね。あ、なるほどですね。私にドッキリが届くといいなっていうドヒア玉ドヒア玉ドヒア玉強そうっすねどんどん広がってきますね、はい、ということで、ガマさん時間もあっという間になるんですけども、はい、いとも11時28分になりますので、はい、一旦ここでコマーシャルをかけたいと思います、はい、後半もまたガマさんにお付き合いいただけたらと思ってます、はい、よろしくお願いします。おいしょ。最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。沖縄料理ひとひねり、離れの名物はみ出るハラミ丼、食べたことある？丼の中に敷き詰められた輝く白いご飯の上にジューシーなハラミが何層にも重なって器からはみ出てるの。それはまるで丼に咲いた椿のよう。ぷっくりとした卵の黄身と熱々ご飯をハラミで包み込んで頬張った時の弾力と柔らかい口当たり、あの味が忘れられないのよ。ねえみんな、離れのはみ出るハラミ丼食べに行かない？問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。1たす2たすジスタス。 Your radio station。 FM Naha。7月27日金曜日午前11時30分を回りました。ミスチルタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオから生放送でお送りしております。
引き続きラッパーのガーマさんに、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイキャスからコメントいただいてます。トリオンさん、北海道の部分的天気予報をお送りします。今日の北海道は全道的にっていうんだすごいね、全道、北海道の道ですね。なるほど。全道的に晴れで、地元の最高気温31度、最低気温19度。でも31もやっぱ北海道でもあるんです ね本当に、19度となります。水分補給を心がけておりますよということで、ごもっともですね。ちなみにですね、沖縄は最高気温でも32、3度しかいかないんですけども、ガマさんなんか今関東ものすごいじゃないですか。そうですね。特に埼玉の熊谷なんかこれで42度ぐらい出しましたけども、はい、史上最高観測気温みたいなの出しました ね。とんでもないですね。そんなのいらないですよね。いらないですね熊谷って場所なんですけど、うん、はい、たまにちょっと仕事でスタジオとかで行くんですけど、おそらく多分そうやってニュースになるぐらい暑いんで、駅前にスプリンクラーがこう、はい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 、常設されてて、はいはいはい、ただ、うん、そのなんていうんです、こうやっぱ温風というか熱風が上に上がるからスプリンクラーが下に下がらなくて、こうこうなの、コーラ下がるのにこんなになってるんですよ。スプリンクラーって下から出るやつですね。学校の校庭とかにあるやつ。上からこうちょっと振りかけるんですけど、はい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 、そのスプリンクラーが、うん、そのスプリンクラーより上に行っちゃってるんですよ。あ、マジで下に降りてこないってこと意味ないんですよね。すごい、はい、意味ないんですよ。結局私たちの人間のとこまで降りてこないっていう、降りてこないし、それはもうもはや税金の無駄遣いなんじゃないかみたいなマジか、はい、すごいな。ちなみにその42度を記録した時ってガマさんいました？その42度のところに。もちろんいないですね。なるほど、はいはい、まあでも、うん、東京にはいたんで。でも東京は最近暑いんですよね。暑いですよ。いかがでしたか？多分39度とかですよね。そうですね、30後半は連日ありますね。本当にすごいと思うんですけど、沖縄いかがですか、来てみて。いや、関東よりちょっと過ごしやすいかもしれないですね。はい、暑いではあります。暑いは暑いんですけど、うんうん、なんかもう暑すぎるし湿気もすごすぎるし、うん、関東が、はい、うん、アスファルトですからね。そうなんですよね。どうしてもね、はい、この42度っていう気温に対して多分体感温度はもっとすごい。そうですよね、それよりさらに。そう、もう羽ね、太陽の羽根とかもあると思うので、うん、うわすごいですね、本当にね。そうなんです。そういった意味ではね、沖縄はまだそんなにアスファルト、まあ、東京ほどアスファルトも多くないと思いますし、はいはいはい、あと島なので風がすごく吹いてるっていうのもありますし、それがいいですよね、うん、本当に。で、風が日陰に入って風が強いと本当に体感温度はね涼しいと思いますので、うんうん、そこがだからいわゆる今は沖縄は避暑地と。あ、そうですね、もはやそうです。もはやそうですよね、はい、でもなんかそう考えたら沖縄は暑いってイメージがずっとだったでしょ。あ、そうですね、確かに、ね、これってさ、ま、気象のこのなんていうの、変動だったり、はい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 、時代って言い方おかしいけども、はい、人が作り上げたものの結果ですよ ね、うん、すね、はい、沖縄が避暑地になることって考えてないですよね確かにね。でもこれからどんどんそうなってくでしょうね。だと思います。さらに悪くなって、うん、でやっぱりみんな沖縄の海ももちろん綺麗ですし、はい、この日焼けしたいからとか、はいはい、まあ、まずとりあえずリゾート気分を味わうために沖縄に来るじゃないですか、はい、今度はからは避暑地として来る可能性も高くなりますね。そうですよね。でなんかセカンドハウスとしてもっと増えそう、マンションとかの購入が、はいはいはい、経済効果上がる。上がりますねドキシャースですねありがとうございます本当にも。ということでですね、北海道からトリオンさん、熱中症になるのも当然だということで、日々ですね、連日このテレビ見てますと、ニュースでも、うん、なってますよね。もうガンマさんの周りとかでは大丈夫ですか？今のところはい、倒れてるやつは身近には見てないですね、うんうん、身近に。私1回だけ、2年、2、3年ぐらい前に友達が、地元の友達が神奈川から遊びに来てて、はい、結局沖縄に旅行に来ること自体も、あと旅行に行くこと自体もとっても、久しぶりだったので、テンションが上がってたんでしょうね。で結局海にこういうふうに暑い日に海に行くってなった時に、はいはい、友達によく寝れたっていうふうに言ったら、私旅行に行くとあんまり寝れないんだよねって、はい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 、その時はそういうふうに言ってたんですけども、その後結局熱中症になって救急車に運ばれたんですよ。
で、あのこれのすごいところっていうか、あのよくないところが、私がこの、よく寝れたって言ってあんまり寝れなかったっていう話をしたときに、例えば子どもたちだったら、はいはいはい、あじゃあ入らない方がいいよっていう大人が気をつけると思うんですけども、はいはいはい、結局大人同士なので、あ、まあ、自分で気をつけるだろうなっていう、あ、まあ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 、そうですよね、っていうふうに思うじゃないですか。だから私も気にもかけなかったし、まあ、大人自分で気をつければいいっていうのを思ってたんですけど、もうその時点で体調が悪かったらしいんですよ、はい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 、でもせっかく旅行に来てるから、せっかくその日は海に入るからって言って、海に入って1時間ぐらいずっとぼーっとして、戻ってきた時点でもうフラフラだったんですよ。あ、でごめんちょっと休むわっていうふうに言って、え大丈夫って言ったら、多分あんまり寝れてないからだと思うって言って、で私たちもそんなに気にせず、はいはいはい、ちょっと一旦車に戻ってクーラーかけて寝といた方がいいよって言って寝てたんですけども、であの私たちが戻ってきて、じゃあランチ食べに行こうって言ったんですけども、はいはい、あのうん行ける行けるって言って我慢しちゃったんですよね。その後ランチ食べに行ったところで、あのもう痙攣です。あもう痙攣しだして、もう冷や汗もすごかったんで、あもうこれやばいなと思って、そのお店でもう速攻救急車呼んでもらっていいですかっていう風に言って、で自分たちで今ネットで、ね、熱中症のこの守り方とかなんか調べたら、全身を血液を通すために、あの冷えちゃ、熱すぎちゃってるので血液を回した方がいいということで、あの手足のほぐしをずっとしてて救急車が来るまで、で、あとその時ってでもお腹に冷たい氷とか置くといいっていう風に、あそうなんですね、そうなんですよ、熱中症になった場合、はいはいはい、あと首とか脇とかに、あ、まあ、風邪みたいな感じ、首は、はい、確かに、うん、お腹の上にボンって置いていいみたいで、いいんですね。そう逆に壊しちゃいそうですけど ね。で友達になんかそれ見たらそういうふうに書いてあったんで、あの店員さんにちょっと氷くださいって言って、友達に首とかにやったら逆に寒いって言われたんですよ。そうそう、まあまあでもごめん我慢してっていうふうに言って、もう救急車来てそのまま運ばれて、せっかくの2泊3日の旅行がわもう病院で寝て過ごしたって残念な形になってしまって、ね、本当になのでね、本当に最近熱中症が本当増えてきてるので、テレビのニュースとかでも見ても、直前まで気づかないって言いますよね、倒れた人って、はいはいはい、平気だと思ったっていう、いけると思ってってことですよね、うん、だからそれがね大人の良くないところかなっていうふうに思いますけども、ガンマさん何の話をしてるんですか。そうですね、何でもいいですよ。熱中症の話をしてしまいましたけども、本当にということでね、本当に皆さん気をつけてくださいね、もう本当に、ということで、今日はラッパーのガンマさんにゲストに来てもらってますので、ラッラップについてちょっと聞こうかなと思ってるんですけども、はい、私いわゆるガンマさんがやっているこの CD を出してるじゃないですか、はい、で CD を出すってことはイコール、まあ、私の中ではアーティスト、はい、ミュージシャンとかってイメージなんですけども、はい、よくこの舞台とかでフリースタイル、はい、要はなんかバトルみたいな、第一生命さんの方がそうでしたよね、はい、バトル、あれはバトルって言うんですよね。そうですね、あれはバトル、まあバトルなんですけど、うん、実際は台本があるんで、あ、まあ、もちろん、あの、はい、フリースタイルではないんですけども、うん、バトル形式な見え方をしてる感じですね、はいはい、あれに関しては、はい、で、でもイメージとしてはあんな感じで、あ、違います、あ、でもその、うん、なんて言うんですかね、うん、もうその場でもう即興で言葉を出して、言葉をこう交わして勝負していくっていうのがいわゆるフリースタイルのラップバトルというか、なんか一時期その芸人、吉本沖縄の芸人さんと私毎週水曜日このゲストに来てもらったんですよ、はいはいはい、その時にGラッパーが今度あるんでっていう風に言ったから、じゃあもう聞いてくれてるリスナーさんにそのライブに来てもらうためには今すぐフリースタイルやらないとダメでしょって言って、はい、お題で FM 那覇出したんですよ、はいはい、一言も出てこなかった。一言も出ないがあります。何かはいるはずですか。そう、うんってね、FM 那覇しか言ってなかった。すごい悔しがってましたよ。なるほど。もうね、しまいには立ち上がってね、うろうろしてました。私ね、人って本当に困ったらうろうろするんだなと目の前で見させていただいて。それがすごい楽しかったんですけども、やっぱそういう風にその時その時のなんかテーマ決めるんですか、フリースタイルって。なんかテーマが決まってるのもありますし、うん、その、まあ、テレ朝で今ずっとやってる、はいはい、ああいうダンジョンっていうものはもともと全国で行われてる本当にバトルのイベントを多分メディアにメディア化してる感じだと思うんですけど、多分そういうのに関しては本当にもうお題はなしで、もう本当に小説数を決めて言い合ってバトルしてて、どっちがこうイケてるか優れてるかのジャッジで
勝ち上がっていくっていう形だと思うんですけど、このテレ朝のダンジョンは、どういう誰がどなたがメインでやってましたっけ。ジブラさんが司会をされてて、で挑戦者がどんどん、挑戦していくっていう、これガンマさん出たことあります。これは僕は 出たことないんですけど、先ほどかけてはいただいた、一緒にやってる曲のクッパは、はいはい、フィーチャリングクッパさん、はい、でクッパの仲間とかはみんな出てましたね。このフリースタイルと、要はこのガンマさんがやってるこのラップとか何が違うんですかね。何が違うっていうか、フリースタイル、なんかこう、自分はあくまでこう曲をメインで作ってって、それをライブとしてパフォーマンスしてるっていうタイプのラッパーとしてやってるんで、そういうバトルには基本的には出たりはしないんですよね。なんか私、ラップをやってる人は全員フリーラップができるのかと思ってるイメージがあるんですよ。はいはい、なんかそこがちょっとこうなんか説明しがたいところでもあるというか、なんかそういうラップのバトルしか出ない方もいらっしゃいますし、どっちもやる方もいらっしゃいますし、なんかそこが一緒くたんではないというか、別にそこがじゃあ仲が悪いとか悪くないかとかっていう話じゃなくて、多分やり方のスタイルが違う方が結構たくさんいらっしゃるんで、違いにこう全員同じことをやるかって言ったらそうではないし、ラッパーだけどこうミュージシャンとしてライブ曲をだけに重きを置いてる方もたくさんいるんで、なんかこう難しいというか、そういう方たちっていうのはライブでをメインにしてる人たちは自身の曲は出さないんですか。いや、出してる方もいらっしゃいますし、出ないとライブできないですね。そうですね、はい、まあ、曲も作ってバトルもやる方もいるんで、なんかそのそれぞれな感じなんですよね。ちなみに、ガンマさんはフリースタイルやらないって言ってましたけど、それなんかあるんですか、はい、理由として。単純に、得意ではないです。あー、なるほどね、はい、同じ韻を踏むっていう形でいいんですかね。同じ韻を踏む、そうですね、その即興でラップをしろって言われたら、大体の方って多分できると思うんですけど、こうバトルってなってくると、はい、こうなるほど、バトルで勝つためのそのフリースタイルを磨いてる方たちがこうしのぎ合ってるんで、そこはこうあんまり練習というかそこはしてないですね、昔から。あー、なるほどね。あれさ、はい、あれさっていうか、相手の何を言ってるか聞かなくちゃいけないじゃないですか。ものすごい集中力ですよね。そうですね、その間って研ぎ澄ましてる状態ですもんね、その人の声しか聞いてないですよね、はい、でなのに皆さんなんかこうやってちょっとリズムを取りながら、はい、そうですね、さらにリズムと合わせながらなんで、結構すごい技術だと思うんですよね、いや本当にそれで韻を踏んでるじゃないですか、はい、あれはいやすごいなと思います、本当に感心しますけども。まあ確かにそれ、自分はあんまフリースタイルをやらないんですけど、例えばそのワンピースのこと限定とかだったら多分がぜん取り組み方が違うとは思いますね。あとそれはワンピースを、ネタにタイトルにして、フリースタイルをするってことですか、じゃなくてとか、そのワンピースの愛をどれだけ語れるかとかっていう限定お題付きとかだったら、ちょっと全く取り組み方が変わってくるかもしれないですね、そこが多分超本気でやるかもしれないです、そういうのやったことあります。今のところないですね、ワンピースの愛について。あ、でも、なんか、どこかのラジオ番組でワンピースのこと話したら、でワンピースの曲をなんかちょっと、サビ一つのサビと一つのメロぐらいでいいんで、作ってきて持ってきてくれませんかって無茶ぶりをされて、それはでもなんかがぜんやる気出してやったっすね。チョッパーお前はなんでこんな愛くるしいんだみたいなことをラップしましたね、へえ、はい、そうなんだ。それ今できます。いやちょっとそれできます。ですよね、はい、やっぱそういう風にこの自分の好きなことだからっていう、あ、それはあるかもしれないですね、愛がね、それならできるかもしれないですね。あ、なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、なんかこのフリースタイルで、あとフリースタイルっていうか、このガンマさんがラップを作るときに、はい、このなんか韻を踏むっていうか、この言葉知ってないと分かんないことじゃないですか、まず歌詞まず書くときに。そうですね、これなんか、はい、独特ななんかありますか。普通に曲を書く
普通に歌詞を思いついた歌詞を書くんじゃなくて韻を踏まなくちゃいけないっていう踏まなくちゃいけないっていうかこれってもう本当に頭の中にいっぱいの言葉を知らないと難しいと思うんですけどそれに対して気をつけてることってありますか？なんか常に工事例を見てるとかさあでも10代とか20代前半は辞書よく引いてましたね。マジか、はい、それって好き、ラップ云々の前に？いやもちろんラップを作るために、はい韻が合う言葉を探すのに辞書は本当よく引いたかもしれないですね。すごいな。でもただその今はあんまり辞書引かないんですけど、うん、結局辞書を引いて韻だけ合ってても文章がつながらなかったら意味ないと思うんですよね、はい、だから若い時はそれを度外視して見てたんですけど、うん、ちゃんとストーリーとしてつながるのかってところが多分一番重要だと思うんでどっちかっていうとそのストーリーに合わせて踏めるだけ踏んでくっていう感じで自分は作ってたりとかしてて例えばなんかニュースとか、はい、記事とか、はい、まあいろんな文が書かれてるものの、はい、なんかちょっと言い回しがかっこいいなとか、うん、なんか珍しい漢字使ってる言葉あるなとかは、はいちょこちょこメモったりはしてますね。あなるほどなるほど、はい、その時に、内容も調べたりするんですか？ そうですねこれはどういう意味なんだろうとか、うんうんうん、そこら辺ははい、まあ、今ググったらすぐ出るじゃないですか。あそうですね本当にだからまあ本当英語も含めて、うんまあ、調べはしてはいますね、うんうん、確かにやっぱそうですよね、はい、常日頃から多分耳にそういう風に入ってくるんだと思います。気にしてるのがに慣れてはきてはいるんで。なるほどね、すごいな。ちなみにこのラップをやろうと思ったきっかけ、はい、ガンマさんがっていうのは何ですか？なんかもともとそのミクスチャーバンドとかをよく聴いてたんですけど、うんうん、それは洋楽ですか？まあ邦楽も洋楽もどちらもなんですけど、うん、まあ自分の周りも当時15、6歳ぐらいの時、うんうん、まあバンドがやっぱ流行ってたんで、うん、ただでもそのボーカルが歌じゃなくてラップって部分にすごい惹かれてて、うん、結構なんか言いたいことを思ってることをこうなんかこうストレスフリーで言ってるイメージがすごくかっこよく感じてそれがすごいなんかいいなって思ってまあラップだったらこう音程もキーも関係ないだろうしなんて安易な感じで思ってたところからなんかちょっと叫びに近かったものを感じたのでそれにちょっとなんかすごいしびれたというか。ちなみにこの尊敬している方とかいますかね？好きな方とかっていうガンマさんの中で。あでも変わらずその当時聞いてた、うんまあ、ライズとか山嵐とか、はいはいはい、渦巻きとかっていうもうレジェンドの、まあ、ミクシャバンドとかロックバンドは、はい、未だに聞いたりしてますね。一緒に何かステージに立ったこととかっていうのはありますか？あでもメンバーさんを紹介してもらったりとかは今まであったりとかして。やっぱそうだよね。まあ、その時はものすごい感動だったですね。きっかけの、うん、を作ってくれたと言っても、まあうん、こっちの勝手なあれですけども、うんうんうんはい、素晴らしいです。そんな思い出はありますね、うんはい、ありがとうございます、はい、そんなガンマさんが明日ライブがありますけどもね、チケットはソールドアウトとなってるんですけどもよければね皆さんこの当日行ってもらえれば、はいはい、入れるかもしれません。なんとかしておきます、うん、はいお願いします、はい、そこはもうガンマさんの力で、はい、お願いします、7月28日土曜日若狭通り沿いにあります G プラス沖縄にて、ガンマさんがゲストに出ますネバーランドでライブがあります。オープンは夕方の4時から。早いですよね。そうですね、うんはい、これすごくいいなと思いました。夕方の4時から夜の9時までとなっております。その後ですねアフターパーティーとして夜10時から朝までとなっておりますがこれ一旦出るんですかねガンマさん9時に終わってから。アフターパーティーもちょこちょこ、うん、入れたらいようかなと、はい、ただでも別に、うん必ずしもというわけではないんで。ああなるほどなるほど、はい、やっぱり行きたいですよねどっかにいろいろとね。そうなんですよね、うん、分かります、はい、あとこの行ってお客さん9時に終わるじゃないですか、はい、このお客さんたちっていうのは1回で出るんですかそれともそのまま残れるんですかね。はい、そのまま入れるんじゃないか疑惑です、うん、はい疑惑、はい、疑惑はあります、ね、疑惑はある、はいじゃあ疑惑で、はい、疑惑で疑惑でよろしくお願いします、はい、そして29日の方も行って大丈夫です。はい、2days で
2デイズ同じ場所で、はい、同じ時間で行われてるんで、うんうん、はい、次の日も入れます。そこにはいシークレットゲストとして、まあ、出るかもしれないですね。まだわかんないですけど、まだわかんないの、はい、あ、はい、そうかそうかそうか。でも一応行く予定ではありますよね、はい、7月の29日日曜日も同じ時間帯、夕方の4時から夜9時まで、G プラス沖縄でもしかしたらガーマさんが出るかもしれないということで、はい、もしかしたらです。なんかね、普段やっぱりラップに興味があるんだけどもなかなか行けないっていうきっかけがないとか、はい、あとなんか生で聞いてみたいとかライブ行きたいっていうふうにたくさんいると思うんですけどもね、きっかけって難しいじゃないですか、ね、そうですね、確かに、はい、うん、なのでせっかくなのでね、ぜひね、那覇市で行われますので若狭大通り沿いにあります、はい、G プラス沖縄、多分ね、住所わかります？わかります。ですね、多分ね、カクテルプラザの地下1階からちょっと調べてもらってもいいですか、はい、カクテルプラザの、あ、違ったかな、あれは場所はちょっとすみません、ガンマさん待ちで、はい、スイキャスからコメントありがとうございます。ライチさん、今からおいでよ、そうしてください、もう本当にもう、トリオンさん、先ほどの熱中症ありがとうございます。まず体を、冷やしてから、あ、違いますね、体を冷やすといいと看護助手してるときにナースの先輩から教わったなっていう、今は介護士をしてるので役に立っていますねということで、やっぱり体冷やした方がいいんですよね。ジュンさん、熱中症が頻発、する時代、熱中時代つってありがとうございます。トリオンさんとね、ジュンさんがこのやり、はい、住所分かりました、はい、お願いします。合ってますね。カクテルプラザの1階ですよね、地下1階ですね、はい、松山1-34-3になります、はい、ありがとうございます。那覇市若狭にあります、カクテルプラザ、カクテルプラザって結構有名なんですよ、はい、そこのカクテルプラザの1階、地下1階の G プラス沖縄にて明日ガンマさんがライブをしますのでぜひ行ってみてください。夕方の4時から、夜の9時までとなっております。そしてね、あさって日曜日も一応 2days で、やりますけども、もしかしたらガンマさんが出るかもしれないということで、はい、こちらの方のチケットはまだソールドアウトではないんですよね、はい、ですね、はい、たくさんの方たちが出るって聞いてあるんですけども全部、うん、そうですね、あの6、7組ぐらいのライブパフォーマンスが両日出るイメージだと思います、うん、おお、いいですね、はい、なのでぜひ皆さん行ってみてください。チケットはですね3500円となっております。夕方4時から9時まですごい楽しめて、たくさんのラッパーの方たち見れてかなり盛り上がると思うんですよ。 そうですね、その時間帯だと、うん、お子さんとかも来れますもんね。いいですね、本当にね、あの家族連れでもいいですね、はい、あのお父さんもね、せっかくお休みなのでね、普段そういう風に実はクラブ行ったりとかこのラップ聞きたいとかっていう方たちでもね、はい、家族で一緒に来てくれたらなと思います。そういった意味ではね、3500円ずいぶん安いと思いますので、はい、はい、お待ちしております。ガマさん、ありがとうございます。ありがとうございました。まだ続きますよ、はい一旦これ、何でしたっけ、エンディング曲入ります。さん、今から FM 那覇行こうかなってことでお待ちしてますよ。FM 那覇にいますのでよかったら来てくださいね。ということで今日はですね、ラッパーのガーマさんに来ていただきました。ガーマさんは埼玉県でも、埼玉県で活躍してまして、ほとんどどこでライブやったりします？あ、でも東京が多いですね。ね、だと思います、はい、本当にもう大体月どのくらいのペースでやったりしますかね。あ、すいません、プロデュースも入ったりすると、うん、どうですかね、月に5本ぐらいあるんですかね。そんなに、素晴らしいですね。そうなんですよ、ライブも、うん、ライブはしないけど MC だけするとか、うん、ライブも MC もしなければプロデュースしかしないとか、うん、ちょっとイベントごとによって結構、はい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 、さ、ラッパーで司会もやってるじゃないですか。その場合って司会ってこのラップ関係の司会が多いんですか、はい。あ、でも完全に、うん、ウェディング関係とか、おそれ、あの企業のパーティーの進行とか。え、じゃあもう普通に音楽にはなんならあんまりかちょっと遠い距離にあるところの方の司会の方が多いかもしれないですね。音楽関連の司会っていうのがもうより、はい、離れてるジャンルかもしれないですね、うん、あ、なるほどね、あ、はい、はい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 、ですよね。だから今私なんかそういう舞台でこのラップの人たちがこの集まったところの司会とかやるのかなっていうふうに思ったんですけども、はい、ではなくても本当に結婚式だったりとかっていう、本当にがっつり本当に司会ですね。それってガンマさん事務所とかに入ってるってことですか？あ、まあ入ってはいるんですけど、うんうん、はいはい、そのもともとちょっとウェディング関係はちょっとつながってたんで、うん、でちょっとなんか前ゼクシーさんと
ちょっとコラボしたりとかも、とかもあったんですよ。そういえば言ってましたね。はい、とかもあったんで、はい、まあ、その流れでちょっと結構ウェディングのパーティーの司会とかもやったりとかしてて、まあ、だからその時は、あのガンマでなく苗字ですね。あ、今でもってことですよね。はい、そうですね。いつこの沖縄にその事務その構えるんですか？私の友達で、あの沖縄の事務所を持ってるんですけども独立して、はい、あの結婚式の司会を受け負ってて、そうなんですね。でこのやっぱ司会者が何人かいるので、はいはいはい、そこを募集してますよ常に。あ、じゃあぜひお願いします。男性がいないのでぜひお願いしたいですね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで加山さん、今日はね、あの明日ライブがあるということで沖縄に1年4ヶ月ぶりの、はいはい、足を踏み入れましたけども、また今日も含めてね、月曜日まで、ね、そうですね、はい、月曜日までいます。はい、それまで目いっぱい楽しんでもらえたらと思いますので、はい、楽しみだと思います。はい、明日も楽しみにしてますね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました今日は加山さん。明日じゃなくて月曜日の、告知いきたいと思います。来週月曜日はですね、毎月第一第三、来ております。沖縄バスさんより沖縄バスツアーインフォメーションとなっております。違いました違いましたね。第5誰もいないですね。以上です。フリースタイルとなっております。ということで今日はですね、ツイキャスからライチさんも皆さん、コメントくれてありがとうございました。ミスチルタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間、月曜日午前11時にお会いしましょう。またあちゃんやタイ。